自分ができることを考えようと思ったきっかけは、社会で広島の原爆ドームのことを知り、これ以上こんなに大きな被害が日本はもちろん他の国にも起こってほしくなかったからです。だから私はバスケットボールを世界のどんな人々にでも広げたいと思っています。理由は、バスケットボールは協力してプレーするスポーツですから、みんなのチームプレー、パスなので、みんなが頭を使いチームプレーをすることで、みんなで勝つ時の嬉しさ、遊んだ時の楽しさを味わえることができ、平和になると思うからです。他の国、自分が知らない他人、全員の人と一緒にいて楽しむことが平和へのつながりの初めの一歩だと思います。それがたくさん集まったら、ピース、ピース、プロジェクトも前進すると思います。